皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ折り紙マスターうぷ主のミーです。折り紙マスター。折り紙大王こと霊夢よ。こいつらの謎の肩書きなんなの。もうこの時点で少し疲れてきてるマリサだぜ。ということで今回もおなじみの折り紙キングを実況していきたいと思います。ようやくピーチ城跡までたどり着いたマリオ、果たしてルイージは無事なのか。それじゃあゲームスタート。橋が壊れちゃってますわ。こや諦めるしかないな。話が進まねえ。こんなんでどうやってピーチ城へ行ったらいいのかしら。いくらマリオさんでも、地面の下から向こう側にひょっこり出たりできませんわよね。いや、行けるわ。あんなところに土管があるってことは絶対にどこかから繋がってる。配管工ならこんな時解決できるだろうに。あんた配管工でしょ。ちょ、どこ行くのさ、向こうだって向こう。あちゃー、随分と離れちゃったねー。そもそもこの土管は目的の土管に繋がってなかったぜ。別の入り口を探しましょう。マンホールに入ってみよう。ここから繋がっているかな。うわ、真っ暗だぜ。別に怖くないけどね。あん真っ暗です。これじゃお先真っ暗ですわ。マリオさん、電気つけてー。え、電気ってあの赤いスイッチ。多分。全く仕方ないな。ちょ、誰だよこんな落書き。やめろよー。照れてないですすめ。マリオさん、誰かいますわ。キノピオか。え、マリオさん。よかった助かった。マリオさんが来てくれたらもう安心ですね。ダウンは折り紙に襲われてそりゃもう大変なんです。私も命からがら逃げてきましたよ。申し遅れました。私、キノピオ大博物館の館長をしております。大博物館ではこの世界の美術品、音楽、お宝、折り紙など様々なものがご覧になれます。さらに今なら特別に幻の古代メカ、スーパーマリン号もババーンと展示しております。とにかくキノピオタウン大博物館へぜひともお越しください。ではお待ちしております。博物館、マリン号、初めて聞くことばっかりですわ。でもすごく来てほしそうだしタウンに戻ったら博物館行ってみます。面倒だから別にいいだろ。行け。結構この通路長いわ。あ、マリオさん、土管がありますわよ。どこに繋がってるのかしら。あの王冠マーク、もしかしたら目的の土管じゃない？土管ってつい入ってみたくなりますわよね。あそこに行くには水を抜かないとな。あんた、髪の手を使う時だけ謎に生き生きしてるわよね。そやなんてったって、髪の手だからね。その髪じゃなくて髪の方だぞ。無事に水も抜けたし、あとは入るだけ。動画の時間上、省略して編集してるけどここまで長かったわ。せっかくここまで来たしとことんルイージを探すぞ。ああ、ありました。ご兄弟の帽子。本体もその辺に落ちてない。後ろにちっちゃくルイージって書いてありますわ。ルイージさん、一体どこにいるのかしら。助けて。この声は、ルイージの声。次元の狭間に閉じ込められたよ。あれ、このセリフ前にもオリビアが言っていたような。もしかしてあいつ、壁に挟まってるんじゃないか。ここだな、弟よ。うわあ、バキバキに折られてる。あれ、出られたのに体が動かない、金縛り。この状態でよく普通に喋れるもんだ。ありがとう助かったよ。やっぱり兄さんは頼りになるな。そりゃそうだよ。ルイージさん、無事でよかったですわ。君は。あ、そうだ、僕はピーチ城の鍵を探してる途中だった。鍵、なんでよ。いつも兄さんに助けてもらってばかりで、たまにはいいとこ見せなきゃね。ピーチ城の鍵は僕が絶対見つけるよ。それじゃまた。いやー、うちの弟はなんて兄思いのいい弟なんだ。持つべきものは金と使いっ走りってね。こんな兄貴嫌だ。目指すはピーチ城。この紙テープを辿っていけば着くはずよ。いやー、平和だ平和だ。ん？のこのこ。あ、マリオさんこんにちは。こんなとこで何してんの？今日は僕らのこのこのヒーロー大神にはるばるやってきたんですよ。そいつはご苦労。ヒーローはあんたのことじゃないと思うけどね。大変だー。なに？のこのこのヒーローマリオが来てるって？違う違うー。顔が全然切羽詰まってないわよ。大変だよ大変だよ大変なことになってるよ。相当大変なんだな。え、そんなに大変なの？そりゃ大変だ。何が大変なのか理由を聞いてないけどね。理由を言わずに行っちゃうなんてなんか気になるな。あいつらの後を追いかけてみましょう。あれ、ゴルフの旗だと思ったらおなじみのゴールポストだったぞ。全然このゴール見かけなかったからなんか新鮮だね。せっかくなのでゴールしちゃいますか。ゴールできたよ。弾が。キノピオ花火だー。あんな小さな弾の中にこれだけのキノピオが押し込められてたのかよ。コインの方が良かった。あ、マリオさん、大変なんです。
大変なのは分かったからどうしたのさ。偉大な土神様が住むところの入り口が閉ざされてしまいました。土神様。あ、折り紙兵が奥で何かしてる。入り口は、神聖な5つのタートルボールがはまっていないと開かないんです。タートルボールねえ。もしかしてあの折り紙兵がボールを取っちゃってるから。それが4つもなくなっちゃって、おまけに最後の1個もあいつが盗もうとしてる。そいつは手遅れだ、ご愁傷様。なんとかするのがお前の仕事だろ。でも喧嘩が弱い僕らには手も足も出せません、のこのこだけに。ちょっとよくわかんない。盗み、ダメ絶対だよ。あれ、このバトルどうやるんだっけ？忘れてる。確か、整列させて踏みつけるまたはぶん殴るんだよ。その説明だとすごく物騒。ああ、そうだったそうだった。では早速アイアンブーツの踏み台になってもらいましょう。ふぅ、スカッとする。続けてもう一回。やったー、全部エクセレント。のこのこにお礼金をたんまりいただこう。今日はお散歩日和だ。近所を少し散歩してみよう。あ、こんなところにワンちゃん。ワンちゃんも天気がいいからお散歩かな。じゃあ、うわーん、ワンちゃんなんてことするんだ。腹減っちゃってまんじゅうがいたからつい。喋ったー。むきー、ゆるさん、ワンちゃんよ、この恨み、これで腹させてもらう。え？そう、このゲームでさっきやられた分やり返してやる。あら、うぷ主そんな苦しそうな顔してどうかしたの？公園の前にいたら突然犬に噛みつかれてね。恐ろしい。お腹減ってて私をまんじゅうと間違えたみたい。それは気の毒ね。なんかアクシデントがあったみたいだな。うぷ主が犬にまんじゅうと間違えられて噛みつかれたんですって。どんまいだな。だから今回はこのゲームでワンちゃんに仕返ししてやるのだ。え、なんだこのゲーム。なんかどっかで見たことあるような感じね。これは犬 vs 猫のゲームだよ。うわ、早速バトってる。あら、両方死んじゃったわ。これはみんなよく知ってる EO 系のゲームで、犬と猫がお互いの陣地の取り合いをするんだ。なるほど、勝者はフィールドすべて取ったら勝ちって感じね。陣地の取り合いって具体的にはどうやって取り合うんだ？今木をぐさぐさしていると思うんだけど、これは木を自分のチームカラーにしているところなんだ。まず木を自分のチームカラーにする。そうすると、マスが自分のチームカラーに変わるんだ。こうなって初めて陣地を獲得したことになるよ。もし、木を相手のチームカラーにされたらどうなるんだ？一つでも相手チームの色にされちゃったら、獲得したマスは獲得したことにならなくなるよ。つまり最初の状態に戻るってことね。地面に落ちているフードを食べることで体の大きさが大きくなって、より早く木の色を変えることができるようになるんだ。へぇ、じゃあ体は大きくなればなるほどいいのね。それが実はそうでもないんだ。え、EO系のゲームって大きければ大きいほど有利だろ。食べまくって大きくなるとスピードがかなり遅くなって、相手をすぐに撃退したり、色を変えられた時にすぐに対処できなくなるんだ。パワーはあるけどすぐに動けないのは致命的ね。逆に食べなさすぎたら犬に遭遇した時にやられちまうぜ。ちょうどいい大きさを保ちながらフィールドを移動できるといいよね。あら、そう言いつつ猫の中で一番大きくなってるわよ。はっはっはっは、どこから犬が出てきても大丈夫だ。今現在のマップ状況は、着実に猫チームが取りに行ってるわね。木じゃなくてこの石みたいなのも自分チームの色に変えるよ。一気に黄色くなったぜ。猫と犬、それぞれの人数は同じになってるのね。うん、特に不利な条件はないからチームメイトとの暗黙の協力プレイが大事だよ。ああ、メッセージを送る機能がないから察するしかないんだな。うぷ主、あんたは空気そのものだからこういうの得意よね。空気を読むも何もこいつが空気だからな。のーやー。両チーム一歩も譲らぬ戦いが繰り広げられ、なかなか陣地を広げられずにいた。だが体が大きいことをいいことに、犬を見つけては追い回していた。さあ果たしてこの犬と猫の対決、一体どうなるのか？あと少し、あと少しで猫チームが勝てるぞ。ほんとだ。かなり犬チームを押してるわね。しかもお前かなりでかくなってんじゃねえか。気がついたら1200もポイント稼いでたよ。この大きさになると色を変える速度がめっちゃ速いわね。にゃっは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 。おうおう、この木の色を変えただけで一気に陣地が。ただ移動速度が遅いからすぐに次の場所に行けない。ああ、こうしている間に色が。くぅ、あと少しなのに全然差がつまらない。向こうのチームも一生懸命木の色を変えてるのよ。いたー、この犬ー。塗って塗り替えされていたちごっこみたいだな。待てー、この泥棒あんこねー。そういやあんたの周りに浮いてる凶暴な顔の猫は何よ。なんだろう。知らねえのかよ。猫の幽霊かな。やべえじゃねえか。
な、なんか猫ちゃんの様子がおかしくない。ポイントがものすごい勢いで減っていってるわ。ちょ、突然どうしちまったんだよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、またボール集めが大変そうだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。